皆さん、こんにちは。日本の若手男性アイドルの中でも最も人気があり、イケメンと注目を集めている平野紫耀さん。若くして人気を集めイケメンであるにもかかわらず、いつも謙虚な姿勢に加え、天然っぽい発言が可愛いらしいと、ファンの年齢層も幅広いと言われています。容姿端麗な平野紫耀さんに加え、最近では弟さんがブランドを立ち上げ、さらに写真集を出したことで、兄弟揃ってイケメンということが世間に知れ渡りました。これだけのイケメンな息子たちを育てたお母様も美人なのでしょう。ここで平野紫耀さんのプロフィールと生い立ちを見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。平野紫耀さんは1997年1月29日生まれ、愛知県名古屋市の出身です。身長171センチメートルで血液型は O 型です。平野紫耀さんの生い立ちは、幼い頃に母親が父親と離婚し、母子家庭で育ちました。平野紫耀さんが生まれたご実家がある場所は、JR 名古屋駅から電車で40分ほどの位置にある、築30年を超える2階建ての木造アパートだったのだそうです。そこに、当時、母親と弟の3人で暮らしていました。母親が父親と離婚したのは、平野紫耀さんが3歳、弟さんが生まれたばかりの時だったそうです。母親は、離婚して生活にゆとりがなくても、子供たちに惨めな思いをさせたくないという気持ちから、子供たちのおしゃれには手を抜かなかったそうです。平野紫耀さんが2歳の時には、周りがキャラクターの服を着ていたりする中、ヒョウ柄のつなぎなどを着せてくれたそうです。そんな母親は、2人の子供を育てるため、働き詰めで、体を壊してしまったこともあるそうです。女で一つで育ててくれた母親に負担をかけたくないという気持ちや、長男として、ちゃんとしなきゃという思いから、幼い頃は甘えることはダサいことだと思っていたという平野紫耀さん。平野紫耀さんが芸能界に入ろうと思ったのは、そんな幼い頃からの思いが形になったものでした。幼児期に川崎病を発症し、体力をつけるために小学生の時からダンスを習っていた平野紫耀さんは、ダンスの才能をめきめきと発揮し、名古屋でも注目されるほどのレベルだったそうです。それは現在のナンバーアイの活動の様子を見れば理解することができるでしょう。この頃から、いつか芸能界で活躍して母親のためにも家計を助けたいという思いが強くなっていきました。しかし小学校4年生の時に、アスリート並みの練習を重ねた結果、膝を痛めてしまい、手術を受けることになってしまいます。現在もその膝は完治せず、コンサートでは痛みをこらえながらパフォーマンスすることもあるそうです。平野紫耀さんが痛みにも耐え、どんなに苦手なことでも立ち向かい乗り越えていけるのは、親に悲しい思いをさせたくないという思いが原動力となっているのです。平野紫耀さんが3歳の時に母親と父親が離婚していることから、平野紫耀さんに父親との思い出もないですし、記憶も残っていないことから、どんな人なのかわからないようです。ただ父親もイケメンだったと報じられています。お父さんがすごくイケメンで翔くんにそっくり。仲は良かったんですけどね。弟が生まれた頃に両親が離婚したんですよ。翔くんは3歳だったかな。そこから女で一つで子供2人を育てていました。と、平野紫耀さんの祖母の知人は述べています。平野紫耀さんの母親は一体どんな方だったのでしょうか。まず気になる母親の年齢についてですが、平野紫耀さんが21歳の時に母親が40歳だと言っていたので、平野紫耀さんの母親が19歳の時に生まれたようです。あまりにも若いので、母親とショッピングモールを歩いていると、目撃した人が彼女だと勘違いしてしまうこともあるのだそうです。彼女と間違えられてしまうほど若くてイケてるのだと思うのですが、気になる画像を探ししてみたところ、残念ながら見つかりませんでした。なんとなく幼い平野紫耀さんにヒョウ柄の服を着せるところから予測している人も多いかと思いますが、平野紫耀さんのママは元ヤンキーだったそうです。そして幼い頃から好奇心旺盛でやんちゃな男の子だった平野紫耀さんは、やんちゃすぎて母親を困らせてしまうこともしばしばありました。平野紫耀さんの母親を呼ぶときは、ママと呼ばないと、ママと呼べと言って怒られるそうです。
その理由は、ずっと子供からママと呼ばれることに憧れがあったそうで、お母さんやお袋と呼ぶとブチ切れられるそうです。また母親は、平野翔さんが高校を卒業し上京する少し前に脳腫瘍を患いました。ちなみに平野翔さんは2014年17歳で地元名古屋から上京しています。わずか17歳で脳腫瘍の母親を残し、上京するのは辛かったと思いますが、母親の治療費を稼ぐために頑張らなくてはという思いがあったのでしょう。現在は無事に回復し、お元気になられたようです。平野翔さんはコンサート等で、ファンに死ぬなよと声をかけていて、あまり若いアイドルが口にするキーワードではないと思うのですが、その陰には命の大切さを経験してきた平野翔さんのファンへの思いやりであり、慈愛に満ちた心の表れなのだと思われます。平野翔さんのお袋の味はしなしなの唐揚げだそうです。しなしなの理由について、幼い頃貧乏だったことから唐揚げを揚げてもらったことがほとんどなかったそうです。いつも冷凍食品の唐揚げで、チンする唐揚げだったことから、しなしななのだそうです。さらにお弁当は、そのしなしなの唐揚げに、べっちょべちょの白米だったそうですが、実はそれが結構お気に入りだったといいます。平野翔さんの母親から教わった大切なこと、それは、勉強はできなくてもいい。その代わり、礼儀正しくて女の人を守れる男になりなさい、ということでした。そんな精神面で強い母に育てられた平野翔さんは、女性の存在を偉大だと言います。男性は女性を支える存在でないといけないと、母親の背中を見て育った経験により、平野翔さんには自然と女性を尊重し優しくできる力が備わったようです。さて、平野翔さんの現在の彼女は平優奈さんである可能性が高いと言われています。平優奈さんは姉の平愛理さんの妹で、女優やタレントとして大活躍されている方です。お二人は2018年3月に公開された映画ハニーで共演されています。お二人はこちらの映画撮影が始まった2017年の10月頃からかなり匂わせていると話題になっていました。これまで様々な匂わせがあったとされており、二人は恋愛関係にあるのではないかと噂されていました。ですが、平野翔さんは2019年4月8日のご自身のブログで、自分はソロプレイヤーだと言われていました。そして平優奈さんも姉の平愛理さんとインスタグラムのライブで、あることないこといっぱい噂されていると答えて、平野翔さんとの交際を否定していました。ということで、お二人は付き合っておらず、ただ共通点が多いだけなのではないかとも考えられますが、2017年から今までたくさんの匂わせ騒動が出ているため、付き合っていないとは否定しづらい状況であるため、現在も付き合っている可能性はかなり高いと見られているようです。平野翔さんは2022年11月4日に、2023年の5月22日にキング&プリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退所すると発表しました。その理由としては、平優奈さんと結婚したいからではないかと言われていました。また以前、平野翔さんと交際している平優奈さんが妊娠をしているという噂までありました。さすがにそこまでの情報は確定できるような事実はありませんでしたが、ファンの間でささやかれていたことは事実です。平野翔さんは事務所を退所した後に海外移住をして、平優奈さんと結婚するのではないかとも言われていました。2024年4月現在、そのような報道はなされておらず、デマだったと断言してよいでしょう。平野翔さんは20代のうちに結婚して、子供が3人欲しいそうです。平野翔さんは2024年現在25歳なので、あと4年後には結婚されるかもしれません。そして、結婚する相手には家庭に入ってほしいようで、癒しを求めるというよりは応援してほしいという気持ちが強いそうです。さて、平野翔さんが永瀬廉さんとの間に不仲説があるそうです。なぜそのように言われているのかについて調べてみました。元メンバーの平野翔さんが永瀬廉さんに対して冷たいと言われていました。大人気アイドルグループキング&プリンスの中でも1、2を争う人気だった平野翔さんと永瀬廉さん、一見仲良さそうに見えますが、平野翔さんの永瀬廉さんに対する態度が冷たいと言われています。グループからの脱退を発表した平野翔さん、一方で永瀬廉さんは高橋海人さんと共に2人でキング&プリンスとして活動を続けていくことを公表しました。永瀬廉さんは、
最近ますますメディアでの露出が増えてきているなと感じます。これからも旧ジャニーズ事務所で活動を続けると決意した永瀬廉さんを事務所が全力でサポートしているからなのでしょう。2021年の紅白歌合戦にキング&プリンスが出演した際のエピソードです。歌披露前の司会者とのトーク時に永瀬廉さんが出演した朝ドラおかえりモネの話題になりました。その途端、平野紫耀さんがあからさまに態度を変えてよそ見をしながら喋っている姿がカメラに映ってしまったのです。これをテレビで見ていた人々から、嫉妬しているのか興味ないのか知らないけど、とにかく態度が悪いという声が上がっていたようです。2022年9月に発売されたキング&プリンス10枚目のシングルトレーストレースのプロモーション時のエピソードです。このシングルは永瀬廉さんが主演を務めることになった新信長後期クラスメイトは戦国武将の主題歌になりました。そのため永瀬廉さんが初めてセンターを務めることになったのです。この曲のプロモーションの時期はあからさまに平野紫耀さんのやる気のなさが出ていたようです。永瀬廉さんに注目が集まると笑顔が消えたり興味がなさそうにしたりしているのは嫉妬や悔しさの表れかもしれません。そんな悔しさからつい永瀬廉さんに対する態度が冷たくなってしまう可能性は考えられます。平野紫耀さんといえば天然でちょっとおバカなキャラで知られていますが、仕事に関しては超がつくほどストイックなのだそうです。コンサート前は事務所とは関係なく自分でスタジオを借りて自主練を他のメンバーに呼びかけるほど仕事熱心なのです。ストイックで負けず嫌いの平野紫耀さんが仕事で妥協したくないという気持ちから口調がきつくなったり厳しい意見を言ったりしたとしてもおかしくありません。そういった態度が冷たいと捉えられてしまったのでしょう。また平野紫耀さんが入所した2012年頃から一緒に活動していたとすると10年以上共に仕事をしていることになります。一緒にいる時間が長くなり家族のような存在になったことから遠慮がなくなっていったのかもしれません。きついことでも言ってしまったり嫌な態度を取ってしまったりすることがあったとしてもおかしくないでしょう。高橋海人さんの話によると平野紫耀さんと永瀬廉さんはお互いが好きすぎるがゆえに意地の張り合いのようなものが生じて関係がギクシャクしていた時期があったとのことです。平野紫耀さんと永瀬廉さんの間を取り持っていた高橋海人さんの努力の甲斐もあり2017年7月に永瀬廉さんが平野紫耀さんを食事に誘ったことをきっかけに関係性は次第に良くなっていったそうです。この平野紫耀さんと永瀬廉さんの和解について SNS 上では少年の雪解けと表現されています。ところで平野紫耀さんの天然王子様キャラからオラオラキャラへの路線変更が賛否を呼んでいるそうです。最近サントリーの CM にも出演するなど旧ジャニーズ事務所退所後も仕事が順調な平野紫耀さんですが、物議を呼んだのがナンバーアイで行ったインスタライブでした。巻き舌で喋ったり舌打ちをしたりするなどやからのような一面を見せたのです。ファンの間でも無理怖いキラキラを具現化したように輝いていた平野くんだっただけに残念、キラキラがオラオラに変わるとか辛いなど否定的な意見も見られました。しかしその一方で肯定的な意見も見られました。インスタライブで見せたヤンキーのような話し方はちょっとしたノリで行ったものだったようですが、過去に出演した今夜比べてみましたでは母が元ヤンキーであったことを明かしていますので、やから的な気質は母親譲りなところもあるのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は平野紫耀さんの生い立ちをはじめ近況について調べてきました。平野紫耀さんはいつも天真爛漫に明るく振る舞っていますが、その陰には努力があり、その努力の源は生い立ちによる母親思いや教えが原動力としてありました。ただの天然のイケメンでないのは分かっていましたが、我々が思っている以上に苦しさや辛さを表に出さず乗り越えてきたのだと思われます。平野紫耀さんの気配りの心は母親が愛情を注ぎ大切に教育してきた賜物だと思います。急なキャラ変更は好みは分かれるところではあるでしょうが、キング&プリンス時代よりも男らしさを表に出していくのでしょう。アイドルから一皮むけた平野紫耀さんの姿にこれからも注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。